ごラフロン。My name is はらたけるみ。京都インバーシテーライブラリー ILL のセクションで ILL に関する仕事をしております。本日はこちらの方で発表させていただくことを大変光栄に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 本日の内容としては日本資料の海外への提供の新たな可能性と題しまして海外 ILL 国際 ILL について日本がどういうふうにしているのか京都大学がどのようなことをしているのかということをご紹介したいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますまず日本では GIF グローバル ILL フレームワークプロジェクトというものがありますこれは国際 ILL を 日本の学術機関、大学図書館をはじめとする学術機関と、例えば OCLC に加盟している NCC をはじめとした北米、オーストラリア、ニュージーランドのアカデミックライブラリーが入った図書館との間でやっている取り組みが2001年から始まっています。 で次に、えー、と2番目ですね日本と韓国の図書館との間でしているものが2007年こちらの方はコピーだけなんですけどもやっていますどのような仕組みでや,やり取りをしているかと言いますとこの図ちょっと見にくいんですけれども、えー、日本は NII の NACSIS ILL システムというシステムを使っていますで対して北米は、えー、NCC が取りまとめをしていてい OCLC のシステムを使っているシステムで韓国は k リス i s というシステムを使っていてシステム同士を ISO ・ ILL プロトコルをつないでやり取りをするという形で、まあ、あのデータのやり取りをすることによってリクエスト受付をしているという仕組みがありますで私は京都大学に所属しているんですがこの、えー、と下の方ですね GIF プロジェクトチームというところであの参加月 日本の参加官の,あのお世話をしているチームの1つとしてあの1人として働いていますでこのシステムでは、えっと、大変優れているところが、えっと、料金決済なんですけれどもアメリカの参加官は OCLC の IFM 皆さんよくご存知かと思いますを使っていますで日本は紀、えっと、ノ国屋の OCLC センターが第三の決済機関として働いていて、まあ、一貫同士でやり取りを関と関と同 やり取りり取をすするわけではないといとう利がありますで参加官の数なんですけれどもこの今 GIF プロジェクトの参加官ここでは日本と北米オーストラリアニュージーランドの間でのなんですけれども日本では168の図書館が参加していてそのうち94の図書館がローンサービスにも対応しています。 対して国米の方では110の図書館が参加をしていて83館がローンサービスにも応えていますで下のウェブサイトの画面なんですけどこちらの GIF となるのが日本の方のこのプロジェクトチームのウェブサイトでこちらは NCC の ILDD のウェブサイトになっていて各情報が載せています。 でこの自 i f プロジェクトのま構成要素として3つ挙げられるんですがまずシステムを ISO プロトコルシステムでつないでいるということで2番目が NACSISILL システムまあ、o c l が OCLC それぞれのシステムを使っているんですが日頃国内で使っているインターフェースシステムを使っているということで3番目にあの 料金決済の方法として IFM オーシルの IFM を使っていて、まあ金の国やおしるしセンターに日頃お世話になっています。で次にえっ、ー、と今日あのご紹介するのは2004年から昨年2014年までの i l l のまあ統計なんですね。で今こちらにお示ししているのは日本が依頼をしてまあ 北米教えるしが受け付けていただいている数になりますこちらがブックローンとこちらがドキュメントデリバリー文献副者になります2014年で成立したフィールドというのは225件でこちらの方のドキュメントデリバリーの方では2014年848件が完了していますで このそれぞれのグラフの上の赤い部分はキャンセルデータの数で下の緑青の部分が完了となった数になります随分この赤い部分が多いなと思われるかもしれませんキャンセルになったのはいろいろオペレーションミスとかそういう理由はあるかと思うんですけれどもあの例えば日本であれば依頼をすると依頼感を複数2個以上 あの選択すするることができるんできんね1番目の依頼官が断ったら2番目にデータがそれぞれこう遷移していってくれるんですけれどもあのこのシステム間リンクでつないでると例えばアメリカで1つ断られたらまた新たな依頼データを作らなくてはいけないということが発生しますので、ね、どうしてもそういったパターンの時はこうキャンセルデータが積み重なっていくということになります。 で次にこれが、えー、とアメリカ、オシルシーが依頼をして日本が受け付けている数になります。でブックローンの方でも、えー、2014年、えー、完了したものが246件、えー、でドキュメントデリバリーに関しては2014年に337件が成立しています。こちらの方も グラフでは赤い部分キャンセルの部分が大変多いのが顕著に伺かがわれるんですけれどもこれについてもまあオペレーションミスであったり、まあ、的確な処置に対して依頼が来ていないということもまあ分析されています。で実は年ですね、あのこのシ,スあのシステム がこの OCLC と日本のシステムをつないでいる ILL プロトコルシステムが更新の時期が迫ってきているということもありまして2013年に実は日本の自負参加官にアンケートを実施しました今この自負のシステムはどうですかといういろんな項目を投げかけてみましたそうするとこの自負のメリットは何ですかいい面は何ですかっていうことを聞いたら34%がなく c s、IS、i i l l システム が使えていていい依頼がでがででききるる受付からと答えています日頃使っているインターフェースを使うということでかなりあの業務としてはあの簡単だということですね。で次に29%がペイペントメソッドということで一貫以下にあの請求書を発行したりすることなく IFM を使う日本では紀ノ国屋の OCLC センターを介して決済ができる点。 で3番目にサポートインジャパニーズということで、まあ、日本語でのサポートができる点これはチーフプロジェクトチームのように何かトラブルとかわからないことが起こったらまあ相談してくださいというあのメーリングリストがありますしそれに対してプロジェクトチームは答えていきますでこちらもわからないことはアメリカの方では NCC の ILDD の,のチームが動いているのでそちらと一緒にあのサポートをしています で4番目の6%クイックレス,レ,ンスあのレスポンスですね、あの大変対応が早いということでありがたいと日頃感謝しています。で、次にですね、じゃあこの自負について、もう少しこうした方、変えた方がいいんじゃないかっていう点はなんですかと聞くと、ほぼいろんな答えが上がってくるんですね、あの先ほど申し上げたように、一貫一貫、一貫に依頼をして、ダメだったらもう一回また依頼データを作らなければいけないという手間が。 大変だということもありますいろんな意見があったんですけどその70%以上が NACSISILL システムと OCLC のシステムの違いによって引き起こるトラブルであるとか違いがあのもう少し改善されたらいいんではないかという意見が多かったです。で今これからプロトコルを更新するのかどうかっていう今検討に入っているんですけれども。 この今新しいグローバル IL フレームワークをどうするかというときに今日本では ISOIL プロトコルを更新する道ではなくスペシャリストを置いてはどうか人を置いてはどうかということを今検討し始めていますで先ほどと同じような図なんですがこの真ん中にスペシャリストとあります先ほどまではあのプロトコルがあったんですけども ここここれは人がここにいいますということですととうでね NIR のシステムも例えばこれはちょっと OCLC が必ずしも使えるとはまだ現在決まってないんですけども例えば2つのシステムを両方とも使える人がいればトラブルは少なくなるんではないかということでこういう図になっています <laughs> ではスペシャリストはどういう仕事をするのかっていうとこれはシステムを2つのシステムを使いこなせるということでテクニカルな技術を持っているということ で2番目が、まあ、いろんな書士情報を分かるスキルを持っているということ、これは図書館員だったら、まあ、持っているスキルだと思うんですけど、それを持っている、でもう1つが、まあ、それぞれの図書館のローカルインフォメーションを分かっているということですね、そうすることにスムーズな依頼ができるんではないか、まあ、こういう技術を持ったスペシャリストを置くことによって、日本における ILDD のコンタクトポイントを1つにしてはどうかということを提案です。 で今ではこのあジフのフレームワークの中では北米のみなんだけれども新しくスペシャリストを置くことによってヨーロッパも含めて世界的に ILLD のネットワークが広がるんではないかということを考えています。でここで、まああのジフプロジェクトを の日本の URLNCC い,いつもお世話になっているんですけども URL がありますでここまでで我々私の発表の内容は以上なんですけどもあのもう少しお話しさせていただきたいと思います、えー、と私は今京都大学で働いているんですけどもじゃあ日本の図書館はこの自負北米にしか依頼はしてませんか北米からのからしか受付をしていませんかと言われるとそうではありませんあの 我々のユーザーが求めている資料が北米だけにあるとは限らないです。イギリスであったりドイツであったりヨーロッパ方面に十分あの持っておられるところがありますのでその場合我々はこの自負を使えませんのでそれぞれの図書館にコンタクトを取ることになります。であの先ほどのアンケートなんですけどもアンケートの時にじゃあ自負以外にどこ,にどこにを依頼しますかというと。 半分3分の1ぐらいがあのブリティッシュライブラリーに依頼をしますということの回答がありましたで次にその資料を持っている図書館に依頼をしますで3番目が、えー、ドイツ語家のスビトを使っていますやはりあのあのシステムとしてあの明確に使いやすいところ依頼がしやすいところ特にブリティッシュライブラリーは日本の代理店があるということもありますのであのよく使っているようです でやはりあの日頃仕事をしているとあの一つ一つの図書館にコンタクトを取る難しさはあ,のありますで。日本資料を取り扱っている皆様にとってもどこに依頼したらいいんだろうで料金支払い方法は何だろうという形で一,個一件一件こう考えたり交渉したりする、まあ、煩わしさとか時間がかかることがあって大変あの難しくなっているのかもしれません。 で京都大学ではイフラバウチャーを使っていますなのであのできるだけイフラバウチャーで決済ができる図書館を選んでいますでもちろんあの世界からもあの依頼をメールの方で受け付けておりますのでコピーであるとか本の受付もしています でえー、最後になんですけれどもあの今我々京都大学はアンケートを実施していまして会場でお配りもしているんですが、えー、西川真紀子が発表したオープンアクセスに関する質問と私がとても興味を持っている、えー、海外 ILL。 についいてての質問を入れているアンケートを実施しているのでぜひ皆様の声を聞かせていただきたいんですねこれまでアメリカ自負という取り組みは北米を中心にあのやり取りをしていたんですが今この新しい自負という取りあの枠組みをもしかしたら拡大する方向にあるとしたらそのニーズがちゃんとヨーロッパにあるのかどうかっていうのを大変あの興味深く知りたいと思っています。 で、ILL は個々の図書館と今までやり取りをしていたんですけれどもこういった会議でたくさんあのヨーロッパの日本語資料を取り扱う専門家の皆様が集まる会場で意見をたくさん頂戴するということが大変ありがたく思っているのでできるだけこのアンケートもしくは私に直接声をかけていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。本日は大変貴重な機会をありがとうございました。 原武様様お疲れ様でした。え海外の図書館から、えー、と本を日本から借りられるというお話でとても興味深いと思いますが質問などある方いらっしゃいますか 非常に興味ののあるものです私どもも結構 L 北米の OCLC で注文できるものをする場合もありますけどなくて国会図書館にも注文したりしてましたけど兄弟さんでやってらっしゃるということは存じ上げていませんでしたこれからまだいろいろ対応されるその人を置くというふうにおっしゃいましたが 人多くとしてもその何らかのウェブサイトを使作られるというような、まあ、具体的にはまだ計画はつとい,いうのは今思いましたのはお話を聞いて思っていたのは、えー、国会図書館さんのウェブサイトですよね、えー、ILL の、あのー、コピーにしてもそれをはまあ使い慣れてくると図書館員としては分かりやすいのでただ日本語ができないとできないので本当は私は ILL ではないんですが。 やっているんですけどもああ言った形をお考えなのか具体的にはまだそこまで構想は言ってないのかただもしそうなると国会図書館さんともう一つのこちらの名前がその自負、えーねまあ、日本建てでまあ、日本の受け入れ口ができるというふうに解釈していいのかということになりますね国会図書館さんはイフラを使っていないのでそのイフラがあるということも 大変便利かと思いますけどもその際の経費郵送料などをどういうふうに考えてらっしゃるかとかそれも伺えたらと思います今今まであの NIA のシステムを通してやってる時にあの OCLC の方の NCC の皆様には、まあ、サイニーブックスを検索して、うん、あの依頼あの 所蔵をを探ししててくださいいいう形をしているので何らかの形で NII の、まあ、例えばサイニーブックスなどをベースに考えることもあるかもしれませんそれとあのこの10年この新しいグローバル IL フレームワークを考える中でこれまで北米からの依頼内容を分析したところそのほぼほぼ70%ぐらいかなが NDL が持っておられる資料だということが分かっています。 とということは NDL に依頼せずに、まあ、この地符を通して依頼をされているということだと思うんですけどもそうなるとやはり NDL ーバークも探す例えばサイニーブックスも探すどちらか統合して検索しても大変便利だということは徐々に分かっているのでそれは NDL とも、まあ、もしよろしければという形なんですけれどもあの一緒にできればってうとは思っていますしもしかしたらその ブリティッシュ・ライブラリーみたいに、えー、国会図書館のわれわれ大学図書館はバックアップのライブラリーになる必要が本当はあるのではないかというような考え方もあるので今、いろんなちょっと検討をしているところですしできるだけ依頼しやすい検索しやすいあのインターフェースであるとかそういったことを目指していきたいと思っています。よろしししいいでしょううかありがとうございました あのオズラ・フラッフあのベリン国立図書館のものなんですけど、えっと、ごめんなさい、私は今のシステムをあの全く <laughs> 参加したことがないんですので、あの今までは NII と OCLC の間にプロトコルが入ってます。それはというのは自動的にあのシステムからあの向こうのシステムへデータを渡すことでしょうかそうで,すでもそれはうまくいかないことですかそうでですねであの 通常使っているインターフェースを我々は使っているんですけども例えば日本国内に依頼するときアメリカに OCLC に依頼するときって例えば入れる項目が違うとかあの海外に依頼するときはここに入れなければいけないということが決まりがあるんですけどもそのオペレーションミスが発生したり例えば,ば OCLC で何らかのリニューアルだったりバージョンアップしたときにそれが NII で対応していなかったりっていうトラブル。 が発生するこじゃあというのは今後はあのシステムが直接あのデータを渡すことではなくてその中に人間が入ってあのデータをチェックして整理してからあのまた教え c のシステムに直接入れること。 ということです, 2> ですね2つのシステムを使えるということでデータでやり取りするわけではなくって2つのシステムを使ってやるそしてもう一つ考えていることはスペシャリストを置くことによって例えば日本のどこ,この資料を日本のどこの図書館が持っているかわからないとかあのそういったどこにいらしたらいいかわからないようなことについてもここの コンタクトポイントを一つにすることによって、的確にここにありますよっていう形で、そういうサジェスションができればいいな。っていうことも、人を置くことの、まあ、意味であるかなと思っています。はい、そして、そのスペシャ、ごめんなさい、私だけなんですけど。スペシャリストは、どちらの、あの、機関に、所属すればいいんでしょうか。今、スペシャリストを、例えば。 例えば紀ノ国屋シェるシーセンターみたいなそういうエージェントなのかそれとも京都大学のような大学図書館がいくつか参加するのかまだ分かっていないんですねただ何らかのまあこれはちょっと本当にまだ決まっていないことなので申し上げにくいことではあるんですけどもあのもしかしたらいろんな大学図書館が分担して協力してこういったスペシャリストのまあ組織というかそういう枠組みを作っていく。 となるかもしれません、はい、ありがとうございましたすみません oclc に参加してない図書館はどうなるんでしょうか 今この新しい枠組みを検討している中で必ずしも今教 c ではが決定したわけではないんですね。で今でもその申し上げたようにあの日本もそしてあの世界からも OCLC に参加していないところは今多分それぞれ E メールであったりとかそういったものでやり取りをしていると思うんですがあの基本的には何らかの形でみんながこのシステムを使える。 ことを目指してはいるんですけども、なかなかその辺。そうですね、あの一つのシステム。例えば o えるシのシステムに全員が入っているわけではないっていう状況は。分かっていますので。何らかの形で効率よくあげれるが進む。っていうことを考えていきたいと思っています。今はそれぐらいしか言えません。申し訳ありません。質問。いいですか。あの。 えとですね、国会図書館はインフラを使っていないんですよね、であお宅のの方は使っていらっしゃるということで、例えば直接私がです、ね、メールを書いてあの、お願いしてもいいんでしょ、はいそうですじゃあ別にこんな,なんかスペシャリストとか、<laughs> 別に必要ないんじゃないですか、そうですねそれでもよろしければ私あの、今度からそうさせていただきます。便利なの はい、あのただ、そうですね、京都大学はイフラバウチャーを使っていますが、日本国内でイフラを使ってないところもあります、そして、使ってないけど、この自負に参加しているというところもあります。だから、1つこのアンケートの中で、まあ、海外から受け付けたな例えば依頼する、日本が、まあ、世界に依頼をするときに、じゃあ、自負以外に、あの先ほど申し上げたように、自負以外に依頼するところはどこですかって聞いたときに、 答えとしてもう自負以外には依頼しませんという回答も1つありましたないくつかありました。ということはでも我々のユーザーはその北米がお持ちの資料だけが欲しいわけではなく世界にある資料を求めているはずなのにそういったところもそういう図書館もあるということなので、まあ、できるだけ選択肢も広げていきたいしあのそういった意味で拡大はしていきたいんですけどももちろんこのシステムを使わずに できるっていう道はもちろんありますけどもできるだけ、まあ、負担のない形で業務ができれば、まあ、あの今回の,そのこの大会でもオープンアクセスとか機関リポジトリの充実であるとか国分権の古典籍のデータベース化電子化っていうすごく未来が明るいお話が聞けたんですけれども、まあ、ILL というととかく、まあ、伝統的な ま図書館のサービスの一つと思われると思うんですけれども、より効率的に、よりスムーズなあの方法で進めていける業務になるように、まあこういうふうに新しいあのフレームワークを今検討しているところです。ありがとうございました。えっとあそうですあと4分ぐらい時間があるので最後に江上さん。 国際日本文化研究センターの江上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。えっとお伺いしたいのは、えー、っとごめんなさい聞き逃したかもしれないんですけども、この構想が実現するとして大体のスケジュールっていうのは、えっとプロトコルのまあ、期限がもう迫っているということもありますので、今年度中には。 結果を出して、えっと、今我々が提携をしている NCC にお話を持っていくスケジュールにはなっています。はい、ということは、えっと、何かしらのこの仕組みに対してその海外の方が何かしらのこうこう,こういうふうにしてほしいとかこういう実際にはこうこう,こうこういうふうにしてほしいんだっていうようなことを声を届けるタイミングがあるとしたらもうさっきおっしゃったようなアンケートをぜひ出してほしいとかそんな感じですかね。そうです今実はこの ジフの日本側の、まあ、プロジェクトあの学あの国立大学、まあ、国立大学公立大学私立大学が参加している図書館協力委員会というところがあの取りまとめをしているんですが、まあ、そこに関わっているのが私の一番上のトップのボスなんですが。ヨーロッパのの皆様の意見を ぜひ聞いてほしい、このタイミングでぜひ聞いてほしいで、それをこのフレームワークに生かしたいという熱意がありますので、ぜひ先ほどのアンケートにご協力いただければと思います、はい、アンケート用紙って今、どっかに置いてあるんですかっあ持っていますし、あとコーヒーブレイクの場所の入り口のところにパンフレットたくさん置いてあります、そこにもありますし、あのこちらのウェブホームでもやってますので、ぜひご協力をお願いいたします。 ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えっ、ー、ともう時間なので、えっ、ー、と次のテーマに移りたいと思います。えっ、ー、と原武さん、非常に興味深いお話ありがとうございました。